さあ、始まりました。金太郎の熊相撲 TV でーす。よろしくお願いします。はい。ね、えー、私、金太郎が今日はどんな熊と、えー、相撲をするのかという、えー、そういった番組になっておりますけども。えー <laughs> そんなことはなくてですね、えー、前坂チャンネルのバーサーカートークのお時間でございます。えー、今回は第、えー、20回目ですか嘘ですか毎回ね、これを間違えるのも、えー、恒例になってます。第19回ということで、えー、やってます、えー。今収録しているのはですね、えー、5月12日の、えー、夜7時を回っているというところで、 えー、この20時に配信しなきゃいけないのに、えー、この後こ30分ぐらい喋って、えー、こっから30分ぐらいの動画を上げるので、えー、20時に、えー、間に合うのか、こう、花肌、花肌不安って言う花肌不安って言います言うか、そんな、言うか。はい。 というところなんですけども、えー、なぜこんなギリギリになってしまったのかという、ねえー、ことがあるんですけど、あのー、今日はですね、えー、久々の休日ということで、うん久々だったのかな、まあまあまあ、毎日毎日なんかいろいろあったんですよね。はいうんまあ、昨日まではあその、えー、楽天のほ、ねえー、方で、えー、アルバイト入ってましたし、 えー、その前もね、えー、一日、あのー、関アラモードってね、僕の前回の動画に出てもらってましたけど、えー、彼の喫茶店巡りについてって、えー、ついでにですね、あのー、知り合いがいていているあの、関さんの知り合いがいる FM 大白、なんか、仙台、東京で活動してて、仙台帰るたびに、えー、出させてもらってるらしいんですけども、えー、そちらの番組にですね、えー、ノリで出させてもらえるっていうね。 えーこともありましてっていうので1日ありましたその前がもうゴールデンウィークはね、えー、ゴールデンウィークもバイトライブイベントをみっちりあってその前東京行ってたんだなと思うとあー確かにほとんどこう家にいなかったなって感じで久々に、えー、ゆっくりしていたらゆっくりしすぎましたうんあの昼ぐらいに起きてね、えー、お昼食べてね、えー、23時間過ごしたらまた寝ててね、えー、起きたら6時半ぐらいでしたねはい ということで、えー、寝起き感がなかなか冷めやらぬっていうね、えー、この分だと今だいぶ頭働いてないんですけど、あのー、多分10時、夜10時ぐらいにちょっと元気になってきちゃうんですけども、えー、<laughs> まあよろしくはないですよね。えー、これが生活リズムが乱れる瞬間ということですけど、まあ、あのやっぱりね、寝ちゃうんですよね。結局ね、もう誰よりも寝たいタイプなので。 あのロングスリーパーというんですかね、えー、成功者によくあるショートスリーパーの逆、えー、ロングスリーパーをね、えー、やらせてもらってるんで、まあ、趣味の欄とかに書きますか、趣味寝ることとか、書いとけばね、ね、えー、みんな許してもらえるでしょ、うん。この俺がすげえ、なんかもろもろのね、LINE、えー、やり、連絡事故の返信が異常に遅いとかさ。 あの遅刻ギリギリに現場に来たりとかさ、ねえー、そういう原因も、趣味を謳歌してらっしゃるんだなというね、そうそうそう、あ,のあこいつ、ネタをしやがったなみたいなね、えー、ことはやっぱり趣味、趣味を大事にしているというね、えー、自分の時間を大切にしているんだという、ねえー、ふうに思ってもらえると思いますので、ねえー、次なんかあの、プロフィール更新のタイミングがあれば、はいねえー、それ変えようと思います。 たまにそのプロフィール更新の連絡が来るんですよね。えー、社長がまあまあ管理はしてるんですけど。あのー、タレントメーカーみたいな。あの、本の方には多分載ってないですけど、そのね、えー、タレントメーカーの例えばサイトであるとかね、えー、確かそれには載ってたはずなんで、えー、それをなんか更新するタイミングがあるんで、変えます。あと僕のプロフィールで、あのー、適当に書いちゃったやつがあるんですけど、特技ノーリアクションっていうのがあって、まああのー、書いたのはいいんですけど、 別にそれをこうお見せする、なんか、行動が一切ないですよね。じゃあそのネタっていうんですかこれをノーリアクションを見せつけるネタを,を一本も仕込んでないので、あの今空中に浮いちゃってる状況なんですよね。まあ要はその感情とかをこうこらえて無表情みたいなね、えー、ポーカーフェイス、ポーカーフェイスが多分正解なんですよね。うーん。別に痛いとか怖いとか辛いとか嫌だしね、普通に。<laughs> <laughs> まあ、そう悟られないのは割と人よりは得意なのかもしれないけど得意でもないからい得意っていうかねその進んでやりたいとかその体勢がめちゃくちゃ強いっていうわけではないからうんあのポーカーフェイスとかにします特技ポーカーフェイスにしてで、えー、趣味欄に寝ることを追加しようと思いますはい、えー、そんな、えーえー、気持ちにもなった久々の えー、休みの日でございました。はい。えー、そうなんですけども、まああの、ちょっとコメント、先週のコメント、えー、振り返りながら、先週の回の放送振り、えー、放送に来たコメントを振り返りながら、えー、僕のこの1週間も振り返ろうと思います。なんかこの前回のこの放送から今回の放送までの1週間がもうなんか、 すげえ僕の中でもう2週間ぐらい経ってる感じなんですよね。まだあれまだ1週間しか経ってなかったんだみたいな。いろいろありすぎて。一日一日がいろいろありすぎて。えー、そのね、えー、ぼんやり過ごしてたらあっという間に時間経っちゃったわみたいなあの。大学生の長期休暇の真逆ですよね。大学生の夏休み、春休み、2ヶ月あって。 ね、2ヶ月ずつあって、1年で4ヶ月でしょで、それが4回あったわけでしょ ?4 回死し,し、16ヶ月ぐらいでしょもっとなんかできたなーって、今更思いますね。<laughs> これを聞いている大学生は、まあ、いるかいないかは、あなた次第ですですけども、あのー、何事かをやっぱり、ね、えー、なした方がいいですね。うん。 成すのは難しいか。ね、大学生のうちですから、な、何かを成し遂げるのは難しいかもしれないですけど、何かをやってみるのはすごく大事ですよね。だから、この2ヶ月で何かをこう、ね、身につけるぞっていうことではなくて、関係1級取るぞとか、ね、o e i c で900点、満点を知らない、800点、900点取るぞとかさ、あの、日本一周するぞとかさ、なんかその、 ね、キャッチーなものを成し遂げるっていうことではなくてただなんかこうやってみてないことを一日一回ちっちゃいことでもいいからやってみるみたいなさ、うん、なんかこう近所にあるけど行ったことない怪しい食堂ご飯屋さんに行ってみるとか、まあ、そんな些細なことでもいいと思うんですけど本気になってた本を一冊、ねえー、読もうか悩んでた本を一冊読んでみるとか、ねまあ、何でもいいんですけど。 そういう風に使えたなと思って、その16ヶ月をね。えー、損した。<laughs> 損、損というかね、えー、無駄にしたのかもしれないですね、ということも思ったんですけども、えー、コメントですね。はい、コメント読んでいきますね。はい。えー、ズンダチャンネルさん、ズンダさんですね。はい。えー、いきなりライブ終わりで聞いています。えー、ネタのコーナーめちゃくちゃ面白かったです。ということで、えー、そうなんですね。前回放送が、 えー、いきなりライブ、事務所ライブがある途中に、まあ、あの放送されていると、公開予約でね、流されていたという、えー、ことなんですけども、まず、まあ、あ、あ5日、そうですよね。えー、になってきますよね。あれ前回ってちゃんと5月5日に流したよね。一回飛ばしてるとかないよ、ね。 あないよねそんなわけないよね、いきなりライブ終わりで聞いてるのもんね、やばいですね、今、だいぶ頭が <laughs> 混乱してますけどね、はい、あのもうその夜中に多分元気になってくるんですよ、これね、はい、ただ、この20時の配信に間に合わせようということで、今、一番頭がこうぼんやりしてる状態でね喋ってるんですいません、その辺はあは、聞き流してほしいんですけども、えー、いきなりライブ終わりで聞いてます、ネタのコーナー、めちゃくちゃ面白かったです、ということで、まあ、ネタっていうことですかね、ネタのコーナーですか。 ネタ、ネタのコーナー。コーナーっていうのもあるからさ。そのゲームコーナーみたいのもやったから。ネタの方っていうことなんですかネタとコーナー、この接続ののが、の,のじゃなくて、ネタとコーナーとかさ。まあネタなのか。ネタが良かったっていうことで。ありがとうございますね。うん。僕はあの漫談スタイルでね、えー、ちょっとやらせてもらったんですけど。まあ何よりそのお客さんが、 えー、毎度ね、えー、最近の感じだと30人から50人ぐらいの間って、ふわふわと人数だったと思うんですけども、えー、今回、なんと一気にそれが倍以上増えまして、えー、アンケートの回収でいうと99人だったんですかね、だから99人の方に来ていただいて、えーまあ、約100ですよね。もうこれはあコロナ 入ってからは多分なかった数字なので、えー、もう、本当に久々ですよね。3年前、3年ぐらいぶりの100名を超え、超えようかという、えー、人数のお客さんということで。うん。ジョあったですね。なんか、あのー、なんだろうな、やっぱ100人いると、あのー、仙台市シルバーセンターっていう会場だったんですけども、なんか、 一応その席がこう何百人って入るから下段上段みたいになっててまあ2階席みたいになってる部分があるんですけどうんなんかそっちの方後ろの方はもうお客さん行かないようにしても実質潰していたんですよまあ当たり前にね3十4人になって収まるから前に寄せたりもんねでもその後ろの方にもお客さんがいてっていうのでまず視界から違うし で多分今までと同じね、取れる受け量のことをしても、この人数が多い分で、え帰りに何て言うんですかね、こう、重厚感がありましたね。なんか重みがありました。うん。なんか芯がしっかり通ってるようなあ笑いの量。うん。なんかこう、会場がぐぐぐぐっと動くパワーをすごく感じて。 だそれはね、多分各組感じたんじゃないかな。だからみんな結構いつもより、えー、気合が入ってたと思うし、あのー、ネタもそうだし、コーナーもそうだしね、えー、トークもそうですしで、で、結果もう本当に押しに押してギリッギリでしたね。もう、おーなんだろう、多分台本上は、うん、 えーと8時45分とかに終わるように一応組まれているのかなうん8時45分にエンディング入るぐらいに多分組まれてると思うんですけどもう始まった段階でもう,もう9時みたい8時55分とかにはなってたと思うから、うん、そうやって押しに押しちゃったっていうねまあねえー、その分お客さんも楽しんでくれてたらいいんですけど出てる側もすごくこう粋に感じたいよみたいなうん ところですよね。これが毎月来てたって思うと、なんかすごいですよね。やっぱ当たり前じゃねえからなと。えー、ね、えー。僕の高校の先輩も言ってましたけど、加藤浩二さんもね、言ってましたけども。<laughs> えー、本当に当たり前じゃないと、えー、いう気持ちにさせられましたね。うん。まあ、どうですかね。次回、100、まあね、100、100はね、いかないか。<laughs> いや、なんかいいね。いろんな理由因はあると思うんですよ。まあみんな告知頑張った部分もあるし、あのー、ね、えー、ゴールデンウィークで連休っていうのもあるし、まあ単純に祝日だから、遠くからも人が来れるとか、平日開催だと仕事の終わる時間で間に合わない人とかが多かったりしたりとか、あの、いつも見に行ってる人が、あのー、まあ家族をとか、 あ友人を連れていきやすかったっていう部分とかあ、まあ、本当にいろんないいポジティブな要素がかみ合ってギリギリ99人っていうあの数字だったと思うんでこれがね、えー、来月も行くかと言われると、えー、非常に怪しいですね。えー、子供の日とということで えー、18歳以降がなんか大人同伴で無料みたいな、ええー、ね、えー、の結構最初にそれ打ち出してたんですけど、それが適用した18歳以下が、あの、1人しかいなかったらしいですね。<laughs> ある意味だから、ライブとしてのチケット代もがっぽりで、えー、<laughs> がっぽりではありますけどちょっと寂しいということで、えー、次回以降18歳以下はあもう無料になったらしいですね。うん。 あの、今回だけじゃなくて、えー、固定で無料になったと、えー、聞きましたんで、えー、ぜひね、えー、これを聞いている <laughs>。だからいは。っていう話なんだよな。1う何以下。これはね、えー、無料ですからっていうのと。まあ、大学生とかもね、確か500円。専門学生とかね。うん、もう500円だっていうのを聞,、まあ、聞きましたんで、えー、皆さん来てください。あと、若い世代がね、いぎないライブに出ることで、えー、そうやって、 なんか若い世代も来やすくなると思うので、えー、若い世代があ竹にすずめ TV からギナイライブに昇格して、えーねえー、こうお客さんをいっぱい呼んでくれたりとかあそういうのも僕はあすごくいいなと思いますやっぱりこうね、えー、いろんな世代が噛み合うことで、えー、やっぱり優勝するっていうのがやっぱりいや多いですか基本的にねあのかこれ今もう野球の話ですけどベテラン 中堅、若手がこうバランスよく起用されてるチームが大体優勝してますから、ベテランだけで優勝したいとか、20代若手だけで優勝したいという例はもうほとんどないに等しいですから、そこのやっぱりバランス、バランス感覚ですよね、えー、そこに、えー、そこによってこうほとんど盛り上がっていくというね、えー、やっぱり幅広い年齢層に、えー、楽しんでもらえるのが、お笑いだ、お笑い、お笑いというお笑いだと思ってますから。 はいそんなことないございますねうんはい、えー、そしてトレインさんですねえー、いきなりお笑いマスター敗者復活戦わいわいライブの3連戦お疲れ様でしたそして敗者復活戦勝ち上がり本当におめでとうございます最高でしたということで、えー、ありがとうございますはいお笑い3連戦だったわけですねい、えー、5月、えー、5673連戦ですし えー、3連戦ですけどもあの実は僕は5月のイギなイライブの前にちょっと松島の方に行かせてもらってね、えー、そこのイベントも出てますから、まあ、純粋に3連戦かと言われるとね、えー、その前の3日間は楽天3連戦バイト入ってたしその前は東京2連戦だったしとかね、えー、なんかもういろ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 なんですけども <laughs> まあそのお笑いの,の567に、えー、絞ってこう話をさせてもらうと。 えー、そうですね6日が石巻笑いの日っつってねフ、えー、安ンガールさんがあお笑い石巻でのお笑いイベントを1日にまとめた、えー、イベントがありまして、えー、こう1部2部に分けたんですよね公演をね、えー、両方入場を見るだったんですけど1部2部で1部が、えー、っと大喜利マスター決定戦でね優勝したら5万もらえるという、えー、コスパ神な <laughs>、えー、イベントがありましたそれの予選がまずありまして で、えー、コントワークショップって,ってね、って不安さんが、うん、お笑いやってみたいアマチュアの人と、えー、コンビを組んでネタを披露する。えー、それがありまして、えー、それが一部終わります。で、一時間ぐらい、一時間半ぐらい開けて、第二部が、えー、大喜利マスター決定戦のけ、敗者復活ですね。予選で負けた人たちが、えー、決勝への権利を,をかけて、敗者復活戦を行います。で、 えー、石巻、笑いましたね、僕が再三いい、ね、エントリーしてるっていう話をしてる、あのイベントの敗者復活ですね、こっちの決勝争う、敗者復活、敗者復活、敗者復活とやって、で大喜利の決勝、ね、予選勝った人と敗者復活勝った人と、えー、10人だったかな、最後ね、えー、で争うというのが。 まあ、これ言っただけでね、えー、全部のイベントの概要、こういうので把握できる人が今、いないんじゃないかぐらい、この、みっちりみっちり、こう、詰まった、うん。イベントでね。えー、終わったらこれ、俺、絶対、不安さん死ぬだろうと思ったら、意外と生きてますね、未だにね。<laughs> 絶対死ぬと思ったんですけど、意外と生きてますね。<laughs> 生きてるし、結構、普通に、 あの精力的に活動してるってね10日もあのほやもやって言ってねライブ出させてもらったし、ね、うんなんか <laughs> 恐ろしい、えー、スタミナでございますけどもね、えー、でも最近常に疲れてますから <laughs> スタミナが強いんじゃなくてこの精神力で動いてるのかそれとももうお笑いマシーンだから もうお笑いのことであれば体がもう勝手に動いてしまうように、こうなんかシステムが組まれてるんじゃないかみたいな、オートマチックで動いてるんじゃないかみたいな、ね、えー、<laughs> ぐらいの、えー、感じで、まあ体は心配ですけどね。えー、僕もやっぱりこうたまに、やっぱ週一ぐらいはね、本当に一日寝たなっていう日がね、ないと結構き苦しいですよね、僕もね。うん。なんか、あの、体は持つけどパフォーマンスに影響が出るみたいな。うん。 なことがあるんですけども。ええー、まあ、やっぱりそうですね。敗者復活戦でこう勝ち上がれたわけですね。うん。あのー、一度はね、準決勝で、えー、涙を飲みましたけどもね。えー、まあ、絶対勝つぞっていう話をね、ここでさせてもらいましたけども。まあまあ、有言実行ですよね。もうプラン通りですわ。プラン通り。ね。もう、このメンツがね、えげつなかったわけですよね。 もう本当に東京で20年ぐらいやってるさ、あの、メカ井上さんとかさ、マリッチ・スタ・コウモトさんとか、もうね、R1 準決勝行ったりとかさ、ね、おし呼吸さん、M13 回戦とかもい行ってるわけですよ、僕なんかもう1回戦ボーイですからね、基本的に賞レースに関しては、それもう上に行ってる、ね、芸歴の10年以上上だってなった時に、やっぱりこう、鉄板のね、えー、確実に受けるネタっていうの持ってるわけですよね。 もうそこに対してもう正面突破ではもうやっぱりっ弾き飛ばされてしまうんですよね。うん、でしかもネタ順が、えー、準決勝の、えーまあ、数字が多分良かったから、まあ、取りか取り前ぐらいだろうと思ってたんですよ。でまあ、実際取り前だったんですけど、えー、そこにそういう要素を考えた時にもぶちかますしかなかったんですよね、うん。ぶちかましい大作戦。まあ、パッションというんですか もう気合というんですか。もう爆発っていうんですかね。うん。もうボマーとなってやるしかないなという。えー、作戦がもうありました。うん。作戦大暴れだったわけですね。あれはね。いや、もちろんその実際の感情はめちゃくちゃ乗ってましたよ。やってる中でどん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 会場の盛り上がりと合わせて乗っていったっていう部分もあるし。あと、それを同じくね。えー、まあ、もんでいたであろう、あの、虹色ラブもね。えー、もうかなり気持ちでね、行ってましたと。 それがね、何組前かな四五組前ぐらいが虹色ラブで。で、なんか、もう、受け方がね、あの、異様な受け方というか、うん、いや、まあ、同じぐらいの量を受けてる人はいたんですけど、そのね、でもなんかその受け方の盛り上がり方が、ちょっと質が違って、で、えー、大海が、ね、虹色ラブ、大海が相当こう、気合入っててっていう状況だったんで、あい、俺の作戦と同じ、ね、えー、あ、スタイルで来てるから、 これを超えなきゃいけないと思,う思ったわけですよね。だから、こう、よりこう、エンジンがかかって、えー、まあ、ああいうね、ネタ、まあ、見てもらった人はわかると思うんですけども。うん。まあ、あのー、手の内をね、えー、解説しますとね、えー、チュギちゃんっていうね、まあ、準決勝の動画でもやったし、いつも、えー、やってるネタがあるんですけども、まあ、そのネタで、えー、まあ、普段通りやっていったんですけども、あのー、途中でね、あのー、このクーい、c a n て do ギャップグンティエンタジ頭おかしいだろ、ジェで、ちュギちゃん、ちュギちゃん、ちュギちゃん、おダンスがはだはだがダンスが入るんですけども、ダンスに入れないっていう。この子ら、勝手にする。ギャップグンティエンタジ頭おかしいだろ、うバーンで、こう爆発して,きて、あのぶっ倒れてしまうっていうね、えー、状況に入るっていうくだりがあったんですけども、もう、こうつまりそれは、あのー、敗者復活。準決勝で一度敗れてしまっていると。 それを表してるわけですその爆発して倒れてしまう。うまくいかない。失敗をしてしまったっていう。ね。もうあと一歩なのに。あと一歩でチュギッチャン、チュギッチャンって入れるのに、もうその直前でバーンって爆発して倒れてしまうんね。でも、何度もやらせてくれじ、だぜっていうので、えー、立ち上がる。立ち上がってもできない。立ち上がってもできない。で、どうしよう。どうしよう。ね、勝ち上がりたい。どうしようってなった時に、もうバーンって倒れて、 寝た状態で、チュギちゃん、チぎちゃん。もう、形にこだわらないってことですよね。もう泥臭く。もう、寝た状態でももう、完成させるんだっていう、その、その物語なんですよね。だ僕のこの、お笑いマスさんの <laughs>、ストーリーと、あのネタがもう完全にリンクしてたわけなんですよ、あれは <laughs>。うん。まあ、そこまで、あの、読み取る必要はないんですけども、 僕としてはそういう、あの、思いがあ,ありました。うん。まあ結果がね、良かったです。同点で、ね。あの一組、コンビとかピンとか関係なく一組しか上がれなかったらしいんですけど、もう本当に奇跡的に同点。マジで奇跡ですけどね。うん、虹色ラブと同点でこう一緒に上がれるっていうね。だってそのお客さん投票で、まあ、1位に3位をつけていくんですよ。で、多分、 1>, ねえーまあ、1位が3ポイント、2位が2ポイント、位が3位が1ポイントとかって入ってくるわけでしょ、うん。っていう数字の中でこう、同点っていうね、結構だって投票した人いましたよ、30、40がい,いたんじゃないかという、えー、中で、と、うん、いうことでしたから、あまあ、その奇跡、まあ、一番ね出てる中でもお、まあ、仲がいい、にじるラブだし、しかもコンビだから、 あの、決勝はもう部門別なんで、もう一緒に争うことはないので、でそうなるともう、とも、素直に一緒に頑張ろうってなるしね、うんう、共にこう、勝ち上がろうみたいな感じで、うん、なりますから、うん。っていうふうな、えー、ことがありましたね、うん。はい。 でああのー、まあ、あのそういうネタの説明したんですけど相当数あのぶっ倒れたわけでしょバーンってって体もうお尻からね背中からバーンって体がぶっ倒れるっていう演出を何回やったんだろうな、まあ、10回は言ってないと思うけど10弱ぐらいこう繰り返した結果ですねあのー、ずっとその尾手骨とかその周りの調子が悪くてですねあ、えー、ののなんかその終わった直後大喜利の結晶僕決勝行けたんですけどあの決勝のあたりもずっと痛かったし でまあ、次の日ぐらいに、その、普通にしてたら痛みは取れたんですけど、例えばあの、楽天救助でバイトとかしてると、あの、重い荷物をちょっと運んだりすることがあるんですけど、その重い荷物を運ぶごとに、その、尾低骨周りにこう、痛みが走るっていうね。これ、尾低骨折れてんじゃないかみたいな。代 <laughs> 償が、代償がね、ありますよ、これね。優勝してね、10万分のお仕事いただいてもね、これね、大怪我してたら治療費で全部飛んでくんじゃないかみたいな。<laughs> <laughs> いや、まあ大丈夫だと思いますけどね。普通にしてる分には大丈夫なんで。うん、っていう、あことがございました。うん。っていうのがあって、えー、次の日が、馬さんのいつも主催している、えー、日本で一番暖かいライブ、えー、仙台 Wi-Fi、えー、イ i というのがありました。はい。えー、こちらもね、あのー、毎回ね、ネタを、あのー、希望する人は2本とかやっていいんですけど、 あの参加者が多数になったということで、えー、ネタを一本でお願いしますみたいなあ連絡が来るぐらい、えー、出演者が殺到しまして。というのね、でもそれももう半数、半数か半数以上がもう学生の、あのー、学生芸人、その、いわゆるお笑い、東北の宮城山形のお笑い作品に所属してる、えー、芸人たち、学生たち。 があ、もう、ほとんどということで。えー、すごかったですね。まあでも面白かったですけどね。うん。なんかすげえなと思って。その、なんか一組ぐらいさ、ちょっとコメントしづらいな、みたいなさ、子がいてもおかしくないわけじゃん。別に。サークルなんだから。ね。アマチュアなんだから。で舞台経験もほとんどないわけだから。いや、ちょっと、 きついなみたいな子がい,いてもおかしくないじゃないですか。いないですよね。みんなちゃんとしてて。まあもちろんその緊張してんなとか、あ、今ちょっとネタね、ちょっと飛んで、ちょっとぐだっとなっちゃったのかなみたいなあのはありますよ。もちろん見てて。でも、もうその、やろうとしてるネタ自体、いわゆるその台本っていうね、えー、自体がもうもう面白いから、 あとはなんかこう慣れれば慣れてしゃべりにも慣れてでその台本もそのどんどん出ることによって得た経験をもとにこう進化させていけばあこれ普通にいけるよなみたいな人ばっかりですげえなと思って何なんですかねこれねやっぱりあれですかねやっぱお笑いとかに限らずですけどいろんな情報をやっぱり簡単に得られる あのー、ね、あの時代だから、見よう見真似みたいなのがやっぱりやりやすいかもしれないですね。まあもちろんそこにプラスでやっぱり頭の良さとかセンスとかもありますけど、この見よう見真似がやりやすい時代というか、うん。そういうのもあるんですね。多分スタートがすごくやりやすいっていう部分はあるんでしょうね。うん。とはね思いました。なんかみんなすごいなという、うん。えー、感じですね。 うん。っていうのを思った。それが、まあ、ワイワイライブでしたね。うん。ぜひね、えー、T、ライズのライブの方にも出てくれれば。うん。やっぱ多すぎるとね、なかなかコミュニケーション取るにも取りづらいんですけどね。えー、その中からなんかこう別のイベントで一緒になったりとかすることがあれば、なんかまたその人について知れてね、えー、紹介、紹介っていう、僕の、私の拡散力で何の紹介っていうのはないですけど、その <laughs>、いろいろ交流深められたりすればね、えー、嬉しいなというところ。 でございますか。はい。あとコメントもう一個来てましたね。はい。えー、麻さんですね。えー、マリオの映画。マリオを少しでも通ってきた人なら浅い知識で何も考えずにキャッキャして見れると思います。レイトショーだと客の年齢上がって同世代の方が増えるので、この人たちも少なからずマリオを通ってきたのかって嬉しくなっちゃうからおすすめです。いきなりクソおもろかったです。ということで、ありがとうございますね。あのー、マリオの映画の話したんですけど。まあ、そうか。まあ、見ます。もうこれを見た瞬間に。 これ見たし、あとあの、トレインさんにも実際会った時にもあの見た方がいいですよって言われて、えー、決めました。あの、確かに同世代の人の,だの方が同じマリオを通ってるもんね。うん。マリオ 64DS とか、マリオカート DS とか、マリオギャラクシーとか通ってる、そこのドストライクの人たちが、あ来る来るわけだからね。うん。同じマリオを見てきてるから。うん。 スーパーマリオブラザーズ直撃世代ではないですからね、我々はね。うん。かといってマリオ、なんか、わかんない、オデッセイとかさ、なんか最新のマリオカートとかは、まあやってはいるけどもっていうね、えー、ストライクじゃないで、確かにこの同世代が、揃った時に確かに、えー、熱くなれるかもしれない。んとしちゃうかもしれないね。うん。ということで <laughs>、えー、え見ます、これはね。いつまでやってんかなあ。あの、時間、時間をちゃんと作ってみようと思います。 えー、いきなりクソもろかったっていうのは、まあそうですよね。やっぱお客さんもね、お客さん多い方が、なんか笑いやすいし、純粋に楽しみやすいし、盛り上がってる感じも、熱量も伝わってきやすいしって感じですよね。そう、一個言い忘れてたけど、毎回僕、あのー、チャンネル、チャンネルってって、あのー、ね、やるんですよ。僕、みんな、お客さんにもやってくださいね、って感じで、せーの、チャンネル、チャンネルってギャグやるんですけど、今回、あのー、ちゃんと声のレスポンスが返ってくるって。<laughs> 動きは何人か真似してくれて、まあ毎回そのみんな真似してくれたらいいんですけどねとか、やってくれた人にありがとうございますみたいな感じなんですけど、あの素でびっくりしちゃって、コロナ前どうだったかなと思って、コロナ前の景気と回だったら、熱量高い回だったらあったっけっていうのが、ね、その声まで返ってきたっていうのがね、えー、<laughs> 普通にすげえって言っちゃいました。うん、なんかね えー、まあいろんなね開始のパターンあると思うんですけど「素でびっくり」っていう初のパターンが <laughs> 毎回その場でもちろん決めてるんですけどただその素の感情が出たっていうのはもしかしたら持ち勝ちたら初めてだったかもしれないですねうんということで、えー、本当に充実した出来事が満載の1週間で、えー、なんかこう自分の芸人人生で結構記憶深い1週間だったなと思うんですけども えー、ここから先また結局「お笑いましたも決勝に行ったんでえー、ねえー、決勝25年6月25日ありますからそこに対する準備もあるしあと5月28日僕単独っていうのはやりますしでなんならその明日から土日あのイベントがねえー ありますとええー、まあいわゆるそのイベントにね一人で立たせてもらうというのもなかなかないのであの辻が丘公園の,、ま、なんかあのイベントに出させてもらうんですけどっていうの準備もあるしとか考えるともう今日休みましたけどももう明日からというかもう今日この日の今日の夜からいろいろ頭使ってとかいろんな準備をしなきゃいけないので。あの <laughs> まあ今日ゆっくり休めてよかったなっていうのが感想ですね。ようやくこう喋ってて頭が起きてきたんで。えー、まあまあ,あ、いろいろやっていきたいと思いますということで。えー、次回の放送もよろしくお願いします。ブレイキングダウン8のオーディションも始まっています。まあ、サトルは絶対出ないですけども。えー、皆さんよろしくお願いします。えー、以上、次回お会いしましょう。さようなら。